皆さんこんにちは。神戸の旬な情報を毎週お届けする最旬神戸です。今日は神戸空港島で面白いことが開催されているそうなので、空港事業室の小泉洋司さんに聞いてみます。小泉さんこんにちは。こんにちは。空港島に海の財宝が隠されてるってちょっと聞いたんですけれども。どこでお聞きになったんですか。ちょっと小耳に挟んだんですよ。どんなものが隠されてるんですか。実はですね、伝説の原石マリンティアーズというものが隠されているらしいんです。どこに隠されてるんですか。それがどこかわからないんですね。ただ宝の地図を持ってですね、探してくれる人を今探してるんです。宝の地図ちょっと見せていただけますか。こういった地図なんですね。暗号1、暗号2、暗号3って書いてますけど、ちょっと書いてあることの意味もよくわからないんですけれども。難しいんですよ。難しそうですね。でもこの地図がなかったら回れないわけですけど、この地図は一体どこにあるんですか。大きな声では言えないんですけれども。神戸空港ターミナルビルの3階にということで、ちょっと詳しいお話を聞いてみたいと思います。そもそもこのイベントはどんなイベントなんですか。はい、3年前から神戸空港島で毎年夏休みに開催しております宝探しイベントでして、今年も開催中なんです。なるほど。タイトルもですね、伝説の原石マリンティアーズを探せということで、非常に興味深いマップになっているんですね。お子さんも喜びそうですね。去年はどれぐらいの方が参加されたんですか。大体約3000人ぐらいの方々に参加いただきました。参加方法はさっきの地図を空港でゲットして、で暗号が隠されている3カ所を回っていけばいいんですよね。はい、そうです。とりあえず空港ターミナルの3階に行けばいいんですよね。その後、それを言うわけにはいきませんね。空港ターミナルのビルの中に3つの場所はあるんですか。いや、そうとも限りませんね。なるほど。ちょっとヒントが少ないですよね。お知りになりたかったらですね、ぜひ宝探しにご参加いただけたらと思います。ちょっと小泉さん、ずいぶん口が固いみたいなので、皆さんぜひご自分で探しに行ってみてください。で、ところで全部探し出したらどんなご褒美があるんですか。暗号を解きましたらファーストステップクリアです。そのままプレゼントに応募するか、さらにセカンドステップに進んでいただいても結構です。その商品はどんなんですか。ファーストステップでは、おもちゃとかゲーム機になります。セカンドステップはホテルなどの宿泊機。それは豪華ですね。ぜひ応募しないといけませんね。もったいないですね。はい。ところで、こういうイベントはなぜしてらっしゃるんですか。真面目な話にはなるんですけれども、空港に関係する人たちが集まってですね、空港島にぎわい協議会というのを立ち上げております。でその中でですね、ぜひ多くの方々に空港島に来ていただいて、少しでも楽しんでいただきたいなということで、神戸空港を身近に感じてほしいということから始めたイベントでございます。そうなんですね。小泉さんが考えられる神戸空港の魅力って何ですか。はい、飛行機をご利用される場合は、神戸空港は三宮から非常に近くて便利でコンパクトな空港です。でも神戸空港を遊びに来られる方々にとってもですね、非常に身近で、神戸の街を空港から海から見ることができる非常にいい場所だと思います。ぜひいらしてみてください。飛行機に乗る方も乗らない方も神戸空港でお過ごしいただきたいですよね。そうですね。皆さん最後までご覧いただきましてありがとうございました。来週は北野工房の街の話題をお届けいたします。お楽しみに。